皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。これから受験生がペーパーマンをプレイする受験生のペーパーマンプレイ動画閉会式を始めたいと思います。今回はというか、今まで動画を昨年2010年の9月か10月頃から動画撮影を始め、都立受験まで、都立受験の合格発表まで撮影してきました。それで都立受験の合格判定で合格することができたので、この受験生のペーパーマンプレイ動画はこれにて終了となります。今までずっとちょっとペーパーマンしてる時が多かったですが、ずっと受験までの間にいろいろ応援してくれたり してくれた皆様のおかげ や家族や、まあ応援してくれた方全員の力をもらい、無事都立に合格することができました。本当にありがとうございます。というわけで、この受験生でのペーパーマンプレイ動画がもうこれで終わってしまうのですが、終わる理由はやっぱり受験がもう終わったというか、合格判定で合格したで、もうお母さんに受験生は合格したらもう受験生じゃないよねと聞いたら、絶対違うって即答されたので、これで終わりになります。だけど自分はこの動画が終わってもまたこの後また新しく動画を続けようと思います。新しい題名でですが、それにこの受験生のペーパーマンプレイ動画はまた高校3年生になったらもう一度復活して始めたいと思います。そんな時に始めたらちょっとやっぱ大学センター試験だからこんなことしてる場合じゃないかもしれないですね。まあその時になったらその時です。まだあと3年はあります。サラミズが、というわけで、これから新しくペーパーマンと実況プレイ動画が撮影しようとします、しようとする予定です。その動画は今後、高校1年2年そして大学、その後大人までペーパーマンが終わるまで続けようと思います。題名は死神のペーパーマン突撃実況プレイです。なぜこの名前にしたかというと、やっぱりなんかいろんな動画、ニコ動や YouTube などの実況プレイ動画などの題名を見て、やっぱり題名に自分のプレイヤーの名前を書いた方が外まだ見たことない人とかも分かりやすかったりしていいと思ったのと、あと突撃言葉はまあなんか個性を出したかった感じです。内容自体は今まで撮影してきた受験生のペーパーマンのプレイ動画とほぼ変わりません。ほぼ変わらないです。今まで通りの実況でプレイしたいと思います。さあ、おっと、フリー、いや、いいのか。というわけで、今まで撮影してきた受験生のペーパーマンプレイ動画は第217回目で終了とさせていただきます。最後までまた応援してくれた方々の皆さん、ありがとうございました。これからもまた新しく始まる死神のペーパーマン突撃実況プレイをお楽しみください。というわけで、また応援もよろしくお願いします。と言い終わったのがこれでいいんだよね。てかそんなこと言っちゃダメよ。というわけで、受験生のペーパーマンプレイ動画閉会式を終わります。この動画を見てくれた皆様、そして今までさ応援してくれた皆様、何回も言ってるようですが、ありがとうございました。